いや、HP もマックスまで保っとこう。ここで死にたくねえ。絶対に、はい、どうも、ネグロスです。さあ、今回も、温州編やっていきましょう。あそこのピンは売ってるね。じゃあ、まずは、リトの村向かう前に、あっちの塔から解放していこう。で、あそこの力の試練極意は、ちょっと前回コメントあったんですけど、電気の、トラップ作れば簡単よとコメントがあったんで、それでやっていこう。5日前の砂漠の試練の祠でもやったやつやね。あと今回は自分で電気の武器があるんで、電源自分で好きな場所に置けるから、やりやすいんじゃないかな。で、あれね、この風車謎にマグネキャッチ刺さるんですけど、これ未だにこれなんでこのマグネキャッチ反応するのかよくわかってない。風向きっていうかその風車の向き変えれるってことかな、まあ、変えたところでどうすんのって話であるけど。でも射程距離外なんよな。これなんなんやろ。これの使い道が未だにわからん。っていうか風車勝手に回ってるし自分で。おい、だからさ、なんであそこ登ろうとしたら雨降んの？なんなん俺。雨男にも程ってもんがあるやろよい。ちなみに現実世界の私は、実はめちゃめちゃ晴れ男で、どこか行くにしても自分が家出る時だけ晴れてたり、帰る時だけ晴れてたり、するぐらい実は晴れ男です。ただ、ブレワイでは、とんでもねえ雨男。さてさて、まずは奴を、ゴービヨンドで、射抜いて行く。オッケー！落ちれば損でよろし。はい、即死。よろしか、教会。いや、よろしか、教会。でさ、この宝箱の中身なんかルビーとかじゃなかったっけ？それは奥のやつか？いや、王権の意味攻撃力10にアップ。つんよ。つんよ。どうしよう。はやぶさ置いとくか。はやぶさは火消しブロ速度速いから、いつか使えるかもしんねえ。とりあえず、お、すげえ、もう王家の弓に、王家の剣に、王家の盾は持ってないけど、すごい、王家シリーズがもうこの序盤で、まだ神獣攻略を、どころか、かがり込むらすら言っていないのに、さすがマスターモードやね。じゃあさ、もうこれ、やべ！変算！変算！すげえ、さっきの、騎士の弓のヘッショぐらいのダメージで出てた。今日ちょっと鼻声かもしんないけど、ちょっと今日の鼻声はちょっと許してほしい。ちょっと花粉症なんで、あ、ルビーン。今日はちょっと鼻声ですけれども、コメントで鼻声で草とか書かないでね。あ、すげえすげえ。こっからあれが見えるぞ。さて、ここでスタミナがやばいっていう時に前回作っといた、この、スタミナの上限アップの料理。これ、効果では、ハートが2個回復するのと、スタミナの上限がアップするしか変えてないけど、実はこれ食べると、スタミナが全回復しつつ、上限が解放されると。ほら、便利でしょう。隠し効果ってほどじゃないとは思うけど。で、ここでもさらに食って、ほら、壁登りが超楽。やっぱりこう、スタミナ回復アップ系の料理っていうのは、めちゃめちゃ重要な気がする、このゲーム。さあ、力の試練極意。さて、仕込み、やらせていただきますよ。で、今回は、電気だけじゃなくて、炎のトラップも作ろうかなと思ってるけど、まあ、これは、奴が引っかかってからでいいか。よし、行くぞ。はぁ、後ろにトラップが見えてる。さあ、来い。うわぁ、そんなことある？自分で仕掛けた罠にかかって死ぬとかそんなことある？お！いた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 ！よしよし、これで感電してるから、ここでさらに追い打ちをかけさせていただきます。ここに薪の玉置いて、まあ、あいにく炎の剣はないから、まあ、炎の矢とかで着火したいけど、まあ、もうちょっと薪の玉置くか。厄介者。さあ、これで、チャッカマーン。さあ、どう？ライデンの剣どこ行った？ちょっと待って。うん。ライデンの剣、消えた。多分さっきは、ドロップ上限に達したと思うから、それで消えたと思うのね。だから、まあ、炎もまあ、一個あれば多分、いいと思うので、ファイヤー。どう？燃えてるね。燃えてるし、電気もバチバチ鳴ってる。ほら、今バチバチ鳴ってて、体も燃えてるぞ。うん、これいいんじゃない？これダブルで炎と電気いってるんじゃない？これ幻想反応、カフカ起こってるよ、カフカ。
おー、いいね。これ極意ガーディアンがさ、どれぐらい HP あったか覚えてないけど、3000ぐらいはあったよな。その HP が一瞬で解けたぞ。一瞬でってほどではねえわ。結構時間かかったけど。さあ、ここでどこが3個目。ナイスー。んーで、武器たちが結構あるね。ガーディアンシールディング。で、ナイフプラスプラス、アクスプラスプラス。これらは、まあ、カスガノン戦とかには使えるし、普通に強いから、まあ、この辺の武器捨てて回収かな。ガーディアンシールディングは、騎士の盾捨てよっか。克服なかし、6個目。おっと、白銀くんがめちゃいるし、白銀モリモリって何初めてじゃねと思ったのは、俺だけですがいい？白銀モリちゃんか。さてさて、どうすべきか。まあ、不意打ち取れるのであれば取れたいが、忍殺は保有力8倍通るんで、いや、だからめっちゃ白銀おるし。止まってくれ。止まってくれ。そして気づかないでくれ。止まってくれ。えい！あー、危ないー。さあ、これは？グルーン。オッケー。白銀まともに戦ったら大変よな。ただどうする？考えろ。まずはラッシュは、王家の剣で行きまして、で、ここで、ライデンの槍でツンってして、拘束します。拘束中に、ぐるぐる。さあ、いいダメージ出るんじゃない？壊れても相手の武器奪って、これであいつが武器を装備することはなくなった。素手ならば一発ぐらいは耐えれるだろう。さすがにこれ食らってない？さあ、もうちょっともうちょっと。イエース。一応うまくすれば、白銀相手でもなんとか戦いはするな。今度は奴が完全に止まったタイミングで、行こう。え？なんでそれでバレんの？ならばよ。こっちも本気を出さざるを得ないようだな。これ確かさ、バリーバリーなんぼダメージ取ってるやろ。相手。まあ君は弓矢で行かせてもらおうか。さあ、強化したスタミナ分、ヘッショいっぱいできるね。全部使い切って、おお、いいね。白銀が一瞬で解けた。これが、パリー、あれなんかパリー出なかった。これが重視の弓ってもんよ。あ、ブーメラン壊れちゃった。けどブーメラン持ってたよね。イエス。やっぱスタミナの暴力ってすげえなって今実感したな。やべ、ゆっくり歩いて。さて、奴はどういう行動をとる？どこで止まる？止まったら、そこがお前の墓場になるぞ。ええ、いやん、いやん。さあ、ここは、ラッシュ取って、同じブーメランで戦っていこう。同じブーメラン同士。そればっかじゃ、勝てねえよ。俺にはな。さあ、いいタイミングでブーメランが壊れてくれた。ライデンの槍でツンツンしつつ、武器奪いつつ、武器奪われてブチギレしつつ、これ蹴りくるでしょ？蹴りが来なかったが、横止めなのは変わりがない。うん、白銀相手でも全然戦える。ワンオンワンなら。まあ、仮に2対1になったとしても、氷にはで1体凍らせれば、実質1対1なんで、そこまで難しくはねえな。よし、じゃあ進んでいこう。ていうか何気に重視の意味が壊れかけてる。そりゃつれえわ。あ、ていうかこれ覚えてるぞ。ここさ、ここを、うにゃーって登っていったらなんかもう、やべえぐらい白銀モリブリおらんかったっけ？白銀モリブリに3対1とかならんかったっけ？妖精取ってこ。この剣槍ってさ、俺ブレワイで一回も使ったことないけど、これ剣槍ってどうやって使うんやろ？剣槍だけで鍋突っ込んだら攻撃力上がる飯作れんのかな？それやったらちょっと作りたい気持ちはあるけど、一旦鍋があるところに生きて、ボコちゃん鍋やってねえかな？ちょっとここにも人参生えてるし。おい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 、これどうすんの？これはやべえってマジで。マスターモードやべえって。これをどうすべきか。まずは、弓矢部隊を仕留めることには変わりはない。で、こっち。やべ、スタミナがね。いや、ここでしっかり休憩して、弓矢を倒す。うわぁ、マジか！待って、これ白銀が弓矢か。一番やべえ。ちょ、待って、やべえ、マジやべえ。横止め。うわうわやばいやばいマジでやばい
邪魔ってやべえって、リンチすぎる。うわ待って、これ一過去一やばいかもしれん。落ち着いて止めて止めて、お前立ててガードしてラッシュ取って、何のダメージっすか、希望ゼロじゃんすか、あぶねえ。黒を倒したい、黒を倒したい、お前止めて、いやお前も止めるか、やべ、こういう時に引き絞る速度が速い、はやぶさの意味が役立つんよ。オッケー、ラッシュ取って、さあまずは黒をやる、で一切妥協はしない、王家の剣で白銀をやる、バック中、やべえ、あいつが解けたな。白銀の意味は絶対に止める、止めて、お前も止めて、ラッシュラッシュ、危ねえ。さあこれで王家の剣が壊れるが問題ない、もう一本ある、大丈夫だ、問題ない。あ、なんかスライドしていった、でそろそろあいつが解凍されそうな気がする、あのでけえモリブリンが。けどこいつはこれ最後の1段は当てないでいこうか、123123223、バック中、やべ、カエルが動き止めてラスト1本で、残るは白銀ボコちゃん1体のみのみではないか、これはパリよし、でこれも飛ばさないようにパチンやって、で、さあ、王家がなくなるが、ガーディアン系はね、カースガノンに取っておきたいから、カースガノンに対してはダメージ補正があるんで、ここは、ライデンの槍でいっか。よしよし。とりあえず白銀倒す。残るは、お前だけ。ここで負けるわけには絶対にいかん。で武器回収して、お、ミスマドリザのブーメラン、ギター攻撃力36、高えぞ。マスターソードより強えからな、このブーメランは。さあ、横飛びして、ラッシュ取れない。横飛び、オッケー、危ねえ。さあラッシュゲーミング行きます、イエイ、もう倒せる倒せる倒せる、白銀なんてさっき3体ほふってきたから、朝飯前よ、やったー、強かった、ここダイヤモンドナイス、てか武器めっちゃ消費した、ここ難しすぎでしょ、太陽の盾も壊れちゃった、妖精も全部いなくなっちゃった、かなピー、それに見合った報酬はあるんだろうな。いや、あのさ、当たり前にさ、白銀おんのやめてくれる？オッケー。これどうしよう。武器持つかな？当たり前に白銀がおるんですけど、この世界。どうなってやがる？パリ。よし。お、弾き落とせる。あの、強化リザルスペアと攻撃力9しかないもんね。白銀補正があっても、大した攻撃力になってないから、防御力40ある、騎士の盾じゃ弾き落とすこともできると。一応、ライデンの槍で、盾落とそうかなと思ってたけど、盾じゃねえ、この槍。攻撃力は ?12! うわぁ、赤いねー。あ、このモリちゃんは、このボコちゃんか。このボコちゃんは素手か。どうしよう。まあ、ライデン、いや、騎士で行くか。素手なら負けることはないだろう。イエース！こいつボココンボとか持ってやがったのか。舐め腐りやがって。あいつはソフト&ウェット5ビヨンド。イエース！あーもう、あーもう、あー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 、槍持たれんのは非常にまずくてですね。武器落とさせて。いや、それナイス。こう！一度武器を振らせる。で、ドカーンでダウンさせて、壊れてもいいよ。いや、これ氷、やべえ、氷属性がもうね、どうする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 、しかもなんか歩くない、後ろ。パリして、もう武器回収、こいつの武器回収。よし。で、武器拾う、よし、よしよしよし。武器拾えば、さすがに素手の攻撃じゃ一発ぐらいは耐えると思うから、さあこれダブルラッシュ行こうか。一発ぐらいは耐えてくれると思う、白銀であれど。いや、HP もマックスまで保っとこう。ここで死にたくねえ。絶対に、お前、ふざけんな、お前、どこまで戻してんの？いや、ちげえよ。お前、アホか？あの大軍勝てると思ってるのか？アホか？全員、芝子、不意打ちで。
あの、徘徊してるボコちゃんは確か寝なかったっけ？不意打ちでやれるかな？これ、ブルワイコネタ、ここ！あれ？走っても大丈夫なんじゃなかったっけ？まあいいか、やるしかないか。おい、ちょっと待って。これさ、やばいかもしれん。あと1分範囲内にやらないと。うわ、あ、やべ、わーり、俺死んだ。やべ、わーり、俺死んだ。俺死んだ。なんか閉所しない。なんか閉所できない。倒すのはいいでしょ？倒すのはいいのよ。けどさ、けどさ、こいつは頑張ったら不意打ちできそうかな。復活してるな。あ！寝た！あ！寝た！じゃ、永遠に寝かしつけてやろうか。なんか、リンク空中荒れてない？いい夢見てる？君はどんな夢見てるのかな？お肉の夢かな？それとも仲間とキャンプファイヤーする夢かな？死ねえ！死ねえ！よしよしよし。さあ、武器の耐久値を最小限に抑えつつ、3発で倒せる。でかすぎるー。さあ、こいつも武器を奪って、その上で、不意打ち。完全なるとどめを、お前に刺す。で、滑り落ちたら反対側、不意打ち！よーし！白銀とはいえどね、この程度なのよ。忍殺には勝てねえよ。さあ、奴は一番厄介なので、夜勤組はヘルズスナイプで倒し、嘘だろ。何も起こってないよ。寝ろメール。俺は寝るギガンテ、お前は寝ろメール。さて、問題は、あやつらをどうするか、一体凍らせたいけど、まあ、これにはないんで、不意打ち中に起きるかな、もう一人。まあ、最悪一体起きてもセーフみたいなところあるよね。しゃがんで、バレてねえ！よし！しゃがんで、いや、これはもう無理！これは無理か！いや、まあ、しゃあない。妥協ライン。なあ！さあ、しっかりゴービヨンドで倒しまして、これはね、ここで、不意打ち、で、すぐにしゃがんで、反対側行って、2回目不意打ち。で、これ滑るから、もうここはこう行く。走る。で、こいつを1体を確実にやる。で、パリ取って、武器落として、さて、コンボとかでいっか。1対1なら恐れることは何もないだろう。いきなりキングは取れねえだろうよい。いや、これさ、違う、押していく。燃えろ。そう、押していく。燃えろ。ほら、ここで炎上もしっかり使っていって、燃やしながら、ついてもいく。で、武器なくなったら、ここに武器あるから回収して、さあ来いよ。ハグギンごときが、俺に勝てると思ってるのか？残念だったな。しっかり吹っ飛ばさないように最後の一段はやらず。オッケー。さあ、ここに料理鍋があるので、ちょっと剣草一本だけちょっと入れてみよう。これ何できるこれ。あ、力レベルアップ1やって。5個全部詰め込んで、これ何分続く？レベル2が4分か。まあ、ちょっとやっぱり、剣カブトとか使って作った力役とかに比べると、あ、大成功ってレベル3やって。まあ、その辺に比べるとやっぱり効果は薄いか。葉っぱしかないからな。もしかしたら獣肉とかと合わせると、獣肉とか岩塩とかと合わせて、なんかこう、ステーキみたいな感じで作れば、もしかしたらもうちょっと効果があったかもしれん。いえ、なんか寝てるし。これ5時起きやったよな、確か。モリブリンって。モリブリン、ボコブリンは、5時起きなのよ。まだ大丈夫。あと1分。え、あと1分25秒ある。さあ、ここで、不意打ち一発。え？これ拾うて出てるけど、これ不意打ちできるよな。え？な、もう、このゲームバグです、今の。パリーして、これ押せる？ドーン、押して、いや、そっちか。じゃあ、こっち向いて、押す。あそこの、後ろの松明に、当てたいのよな。さっきのボコブリンの感じで。けど、燃やすことはちょっとできねえか。できれば炎属性も与えたかったが。しっかし、タフいな。これは電気で落とさせて、で、武器を手に持っていない状態にして、コンボ拾う。で、燃やす。これでほら、炎ダメージもしっかりつけて、ほら、燃えろ。これで炎上しつつ、しっかり、コンボでも殴って、ダメージを、
ああ、驚いていく。やべ、リングも燃える。オッケー、いいね、この環境利用。それじゃあちょっと、さっきの鍋に戻ります。また夜にします。忍びを、卑怯とは言うまい。うわ、白銀2体か。2体相手はきついな。え?3 体おんだ。3体相手、不意打ちでやれるか?いや、やれるかやれないかじゃねえんだよ。やんだよ。あ、ていうか、王家の剣もある。王家の体験側のところある。さて、こいつらをどうするか。最悪、坂にはなってないっぽいから、ここは、攻撃力、レベル3食って、不意打ち、ケツバット、反対側行く。不意打ち反対側行く。こっち。ケツバット。さあ、いけるか。通常歩きは絶対しちゃダメよ。起こしてしまうから。さあ、これで、オッケー!とりあえず白銀一体やりました。これはでかい。で、しっかり素材回収して、セーブする。しっかりセーブします。何か。で、武器は、もうちょっと攻撃力高いので、封じしていこうか。こいつらからやっていこうか。ただこれ、どこの武器拾うかわかんねえな。封じしっかり入れて、やべ、滑っていってる。こっちこっち。封じ。うわぁ!うわぁ!これで起きるか、ここまでか、仕方がねえ、火つけろ、火つけ、ナイスナイス、起こしてしまうのは仕方がねえ。ならば、すぐに、とどめを刺すまでよ。さあ、しっかり二人ともダウン取って、右だけでいい。攻撃するのは右だけでいい。バック中でしっかり避けて、危ねえ、素材回収で殺されるところやった。うわぁ!こいつからとりあえずやってみる?え、ちょっと歩いちゃった。けど、ちょっとぐらいなら大丈夫か。うわぁ、そういくか。いや、けど、バレてない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 。まぬけがーさあ、そっちに行くなら、俺はこっちに行って、後ろ行って、ドーン。さあ、よし強え。しかも、ディーモント君落としてくれた。いいぞー。え、なんでバレちゃう?なんで?なんで君、そんな眠り浅い?あまり眠れなかった?ボーン、いいねー。まあ、サビータとかこの辺はもういらん。こいつに武器を与えない。そうするために、俺は拾っていくこの武器たちを、全部投げつけていく。全部投げつけてぶっ壊していく。こいつらに武器を与えてはならない。ドン。兵士の両手剣は普通になんか、強い気もするが、いらね。この槍も、いらね。で、武器を、使わせない。よし。そしたら、残ったこれも、いや、これは火をつけて、うわぁ!さて、こいつはなんか眠り浅いので、まあ、ゆっくり近づいて、ドン。さあ、もう歩いていいんで全然。歩いていいから、しっかり後ろ回って、なんで?なんで?こいつ、歴戦の答えかもしんねえ。戦いの全てというものを分かっているかもしれん。さあ、これは壊れるまであって、しかもこいつ大きな剣取りに行こうとしてない。火をつけて、さあ、しっかり火属性つけて、おお、お、早っ倒すの早い。よーし。ね、大きな両手剣、強い。いやー、やっぱり、やべえ奴ら夜に行って、不意打ちするに限るな。やっぱ、忍殺こそ正義よ。ただ、リザルホスは、寝ることがないから、なかなかね、不意打ちするのが難しい奴らではあるけど、といってもまあ、不意打ち自体は、リザルホス頑張ったりできるからね。寝ないってだけで、たぶん寝てくれたらね、だいぶ楽になるから、てか、忍び装備買いに行きたいな、忍び装備で、忍び足音を消す効果3セットみたいな装備したら、普通に歩くだけで見つかることってないから、だから、かかりかもらいって忍び装備買うっていうのも、なかなかありなんではないでしょうか。さあ、ティビンティのとこ来たけど、これ、目玉今見えたな。あ、見える見える見える。ここはしっかり、矢が落ちることが少ない、ハヤブサの意味で、射抜いていく。やーべえ、こっからもう寒くなってくるか。防寒一段階で一応足りる、範囲ではあるね。気温マイナス3度です。これ防寒で一着で足りるんか。さあ、リトの村まであと少し。なんか、隕石落ちてるよ、あそこに。